アホー、うそー、わーい。ドクターかっちゃん健康にキス。年寄りがついていけないよ。大丈夫、気分だけは若いはず。いや、すごい疲れてるわ、かっちゃん先生、ごめんね。これでも読んで、ちょっと元気出して。これ？これ何？これね、フリーペーパーなんだけどね、堺の方でゲットしてきたの。これでもあれ、毎週読んだらダメよ。毎週読んだらなんでダメなの？これ先週しかダメよ。うまいこと言わはるわ。さすがでございます。泉の週、先週、ね、先週の皆さん、見てますか？素晴らしい活動してるよね。うん、ほんと見応えたっぷり、うん、フリーペーパーでここまで充実した内容って珍しいですよね。あったかいもの感じるよね、パッと見て。あったかい、あったかい、うん、確かに、まあ、真心ね、うん、心意気を感じますね。そうそうそう、うん、もうね、こういう人たちが、ね、たくさん世の中に広がれば地球環境も良くなるし、おお、人の心もね、もっとあったかいものになると思うんですよ。うん、ね、潤いますね。そうそうそう、うん、皆さんもね、中身ちょっと見たいでしょう。で、中身一体どういう風な内容が入ってるのかなっていうのも見たいし、話も聞きたいでしょう。なのでここで素敵なゲストをお迎えしたいと思います。こちらのフリーペーパーをですね、創刊していらっしゃいます泉の輪プロジェクトシティ情報0724編集部編集長でいらっしゃいます与良さんです。ようこそ。いらっしゃいませ。ヨズヤさん、はい、イケメンじゃないですか、かっこいいじゃないですか、す編集長ですか。はい、名字もかっこいいでしょ、名前も。あ、ねえ、ヨロズヤ、ね、よく電話したら、ヨロズヤのどなたですかって言われるんですけど、名字ですけど、ね、はい、なるほど。そんな違いますよ。はい、で、こちらのね、フリーペーパーですけれども、はい、すっごいよくね、緻密になんか、探検しているっていうか、いろいろ調べていらっしゃるなっていう風に、はい、こんなところもあんの、あ、ここ行ってみたいわっていう風に思うような情報がぎっしり詰まってますね。はい、ありがとうございます。まあ、全部書いてるのも写真撮ってるのも地元の人なんで、うん、ほぼ口コミで全部、はい、集めてます。これなんか面白いよ、タコ公園、こんな滑り台、これ、うん、公園ご存知ないですか。私知らない。これ全国にたくさんあるんで、選手でも7個あって。え、選手にそんなにあるの。はい、選手、ね、って言ったら水なしか知らんでしょ。あ、そうそう、水なすのね、情報もここに乗っかってました。はい、おすすめだそうです。はい、美味しいです。うん、美味しい情報も、こんな公園の情報も、でも写真がね、はい、綺麗なんですよね。そう、楽しいね、見てるだけで本当に、はい、なかなか、うん、じゃあフリーのカメラマンの方とかも結構参加されてたりとか。これはね、デザインとカメラマンが全部一人の人間がやっています。やってんの。はい、で表紙のこの絵も、もともと絵描きさんなんでしょうね。すごい、はい、なるほどな。それ違うわ。もう随分と器用にこなされるんですね。はい、これね、見てたらね、ほんと時間忘れちゃう。行ってみたいところが、だってさ、この堺のエリアっていうか、泉州のエリアだけでね、こんなにも見つけられるっていうふうに思うぐらい、ぎっしり。だから堺からね、南の方がね、いろんなとこあるのよ。あ、自然も残ってますしね。ね、すごいたくさん。私はお友達が熊取の方に住んでて、はい、で熊取ね、すごいいいとこよ、私自然たくさんあるしっていう風にいつも誘ってくれる、でも行ったことないんだ。あそこはビューニーのよ、熊取行ったら。どうして？ここは熊取られるね。熊取行ってみたいと思います。で、何、はい、今何かおすすめ。あ、熊取はちょっとこれ、ここの永楽ダムってダムがあったみたいな、ね、へえ、いいとこですよ。これまた季節ごとにこう四季それぞれのなんかいろんなね、はい、景色も楽しめたりとかするんでしょうしね。で次9月の頭には選手の特産品集めた、はい、これは遠足場所集めたんですけど、はい、次特産品特集で、はい、どこでゲットできるんですか。これは選手中心なんですけども、はい、はい、こちらの来られた際は、もしくは神戸でしたらね、空港、神戸空港と韓国をつないでるベイシャトルがあるんですけど、そちらのこの席の前に置いてもらってますんで、嬉しいですね。はい、
なんか8月イベントがあるんですか。はい、8月の8、9とイベントが神戸空港で、はい、あの神戸空港と関空がたった24キロしか離れてなくて、はい、30分で片道行けるってこと で、はい、でその丸ごと選手というイベントを8、9と神戸空港の中でいたします。空港の中で。はい、あ、なるほど。その時とかももちろん持っていきますけども。あ、はい、空港の中のどの辺。空港の中、屋上で選手の物産と、あ、水ナスも売りますし、 あとは前にこちらでも言って前明子がそうステージで歌いますし、へえ、はい、いや素敵。行きましょうかね。えぜひ、はい、8月の8、9です。はい、でね、神戸空港ね、はい、関空と違って、うん、ね、渡るの安いのよ。あそ, うです。それと駐車場ものすごい安いの。本当、うん、でも、あの休みの日曜日に行ったことあるんですよ、うん、ね、そしたらね、駐車場ね、車いっぱい止まってるんですよ、うん、こんなたくさんね、神戸空港から人乗ってんのかなと思ったらね、うん、飛行機はなかなか来ないしねそうだよね。いや、うん、家族連れで遊びに行ってる人すごい。へえ、結構遊びにいらっしゃるんですね。そうそう、もう私が誰と行ったかは内緒ですけど、ね、そこは内緒でね。ゆだかんよ。でも YouTube 見てはる。すごいな。YouTube 見てはるかもしれへんからね。うん、あ、でこれはいつもいつ発行するんですか。これはもう発行されてます。これは発行されてるけど、あの月に。次は3ヶ月に1回発行してますので。楽しみですね。はい、ね、うん。じゃあ次出るのは。次の9月の頭ぐらいに、はい、そっか、9月の頭ぐらいに出るのが物産特集。物産とか特集ですね。うん、あの今新永田の方で作っ、あの今度9月にできるあの鉄人28号の実物大、はい、18メートルの、はい、でそれも今実は先週で作ってまして。あ、そうですか。それの特集とかもちょっと、はい、うわっ、受けたり。マニアの人とかすごいんじゃない欲しいでしょうね。じゃあね、どうしても遠くにいるんだけど、なんか興味あるしって欲しいとかっていう人ってどうしたらいいの。そうですね、ご連絡いただけましたら、はい、来ていただいた結構負担いただいて、こちらから、はい、なるほど、お送りいたします。なんと良心的な。はい、それはネットなんかで検索して、それとも ネットで、はい、泉のプロジェクト、もしくはこの0724っていう、はい、はい、ので調べていただいたら出てきます。0724で出るわけ。はい。あ、そうですか。調べやすいですね、はい、それだけアクセス数も多いっていうことだと思いますので、ぜひ皆さん0724もしくは泉の輪、泉は泉の広場の泉大阪の人しか分からへんねこれまあこの池っていうか泉ですね、水の泉、のはひらがな、わはなごむで、プロジェクトはカタカナです。こちらの方で検索をなさってください。ということで本日ね、ゲストにお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。思いの時は全部出ました。あ、はい、大丈夫です。本当、他に宣伝はない。あとは9月19、20日にだんじり祭りが。あ、大丈夫ですよ、ね、そうよ、ね、はい、だんじり男、はい、そうです。やっぱりそうか、はい、そうよね。私の友達でもこういう喋り方ですが、うん、8匹来たら人変わる、はい、ハッピーハッピーじゃあ毎週土曜日朝11時30分、キッス FM 神戸 89.9MHz で好評放送中、ドクターかっちゃん健康にキッス、こちらの方を聞いていただいて、さらにハッピーになってください。聞いてね皆さん、ハッピー、ハッピーハッピーか